リンピック新種目ブレイキン。始まりは1970年代のニューヨーク。ギャングたちが殺し合いをせず音楽で勝負と踊りを競ったことがルーツとも言われる、今最も注目のダンス競技です。このブレイキンで将来オリンピックを目指す少女が根室市にいました。ただいま。武田かんなちゃん8歳、小学3年生。学校はどうでした？今日は楽しかった。楽しかった。学校好き。帰ったらまず机に向かい宿題をするのが日課のかんなちゃん。一見真面目でおとなしそうな子にも見えますが、頭だけで回るヘッドスピンにこの迫力のパフォーマンス。実はかんなちゃん、同年代では全国トップレベルの実力を持つ女の子。今年3月には大阪で開かれた全国大会で見事道内トップベスト4の成績を収めました。3対2かんな、おめでとう。ブレイキンに目覚めたのは5歳の時。脇腹を肘で押さえて逆立ちするチェアという技を両親に見せたことがきっかけでした。バイバイ。はじめはこんなにね、ブレイクダンスをやるんだと思っていなかったよね。うん、思ってなかった。単純にまあみんなと踊って、みんなの前で踊るだけなんだと思ってたんで。うん、今や家族で全力サポート。練習スペースを確保すべく、リビングからはどんどん物がなくなっていったそうです。まあ、邪魔になって置けなくなったソファーとかもあるんで一応まあ怪我だけはしないようには気をつけてますけど、それでもやっぱね、いろいろぶつかるよね。ちょっと狭いここ家狭いね。そもそもブレイキンとはどんな競技なのでしょうか。トップロックとフットワークとフリースとパワームーブ、大雑把に4つに分かれています。ブレイキンは基本1対1のバトル形式で、主に4つの動きでできています。立ちながらリズミカルなステップに腕の動きで表現するトップロックに、床を手で支え素早い足技を見せるフットワーク、さらに動きをピタリと止める美しさが肝のフリーズ、そしてダイナミックに体を回転させるパワームーブ。これらをその場で初めて聴く音楽に合わせて即興で披露。技術や完成度、独創性などを競います。すでに10周以上のヘッドスピンも軽々こなすかんなちゃんですが、一つ気になることが。頭とか痛くない？あ、これ、キーホコがヘッドスピン専用のやつになっている。頭が当たるところは硬く滑りやすい素材になっていて、あまり痛みはないそうです。そんな全国でもトップレベルの実力者のかんなちゃん、耳には常に補聴器をつけています。聞こえないわけではないんですけども、まあ、あの感音性難聴で、過ごしているので、あの耳で聞こえる情報量が人よりちょっと少ない分、多分目で見て彼女なりにこう覚えるっていうところに長けているのかなと。日常生活に支障はないものの、そんなハンデを逆手に振りを覚えるのは人一倍早いといいます。先月、国内外のダンサーが集まった北見市の大会に出場。この大会の対戦相手は体格の全く異なる上級生や中学生、さらに男女混合で
ブレイキン以外のダンスも含むという厳しい状況の中、見事ベスト8の成績を収めました。当日審査員を務めたプロのブレイキンダンサーに聞いたところ、カンナちゃんの強みは何でもこなす万能性だと言います。音楽を聴きながらそのパワームーブを使ったりフットワークだったりいろんなスキルを上手に交えて表現してるところがすごい私もびっくりして、9歳でそのクオリティを出せるのかみたいな感じで、結構私もそれですごくショックといい意味でショックを受けて、うん、今後もっと努力すれば可能性というのは開かれていくとこお考えでしょうか。うん、絶対に可能性はあります。毎日の家での練習に加えて、週 3,4 回は根室市内のダンススタジオでレッスンです。実はこのスタジオ、カンナちゃんの他にも全国レベルの実力者が通っています。はい、 G いきますよ。滝沢キラリさん12歳、全国大会での準優勝経験もあり、同じくブレイキン界注目の少女の一人です。カンナちゃんのお姉さん的な存在で、一番身近な目標でもあります。うちもできない技とかも持ってるのでちょっと困ります。ところ変わって、ここは根室名産昆布の作業場。2階へ上がってみると、本田雄心さん15歳、道内では大人も参加する大会も含めて10回以上の優勝経験を誇ります。漁師の父親が4年前に作ってくれたこの練習場は、1階の作業場含めて総額700万円。将来のこう夢というか目標というか何かありますでしょうか。将来の目標は、あ、入れてください。将来の目標はちょっと漁師ですね、今のところ。お子さんが漁師って言ってますけど、いかがですか。いや、俺は別にやれとかとは言ってないですけど。10年前までは根室にブレイキンを習える場所はありませんでしたが、代表の奈良さんは大学卒業後、地元根室に戻りこのスタジオを設立。今や根室にブレイキンありと言えるほど実力者が続々生まれています。なんで出てきてるんですかね。それぞれがここで、ここだけのレッスンじゃなくて自分でちゃんと考えて練習したりしてるっていうのも、ちょっと全国区の、レベルというんですかね、が出ている要因になってると思います。ダンス全般、根室の新しい文化みたいな形で残せたら、嬉しいです。カンナちゃん、オリンピック出たい？絶対に出たい。そう言ってますけど。どうしても出たい。将来のオリンピック出場に意欲満々のカンナちゃん。想像がつかない大きな目標に、父親もどのように応援をしたらいいのか手探りです。どういうサポートしてあげたいなってありますか。カンナに迷惑されても困る。難しいよ。根室からブレイキンでオリンピックに、カンナちゃんの夢への挑戦はまだ始まったばかりです。